皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルチャンネルの枝満です。おそうです。今回はですね、福島県会津坂下町かな。坂下町ですね。はい。の、はい。旧五十嵐家住宅。旧五十嵐家住宅。まあ、住宅ですね。というところに来てます。はい、まあ、ちょっとカンペ使わせてもらうんですけど、旧五十嵐家住宅っていうのは、昔の家のね、昔の家。はい。中堅層の、中堅層、まあ、中間くらいの、の農家の典型的な、三間取りの広間型の住宅。ああ、なるほど。昔の住宅が残されてますよっていう。そう。それを修復して保存してある、みたいですね。で、昔の農具や民芸品など、あ、そういうのもあるの？うん。民族資料を展示しています。ああ、すごいじゃん。ということでですね。ちょっと気になったんで、来てみました。はい。じゃあ早速撮影の方をしてこようと、ね、じゃあ行ってきますか。思います。はい、はい、行ってきます。はい、行ってきます。はい、来ましたね。じゃあ早速行ってみましょう。はい、行ってみますか。ね、あの奥に見えるのがそうなんで。ああ、そう。あ、じゃあもうすぐ。そうだと思う。うんうん。で、周りに、はい、なんか神社だっけ。いっぱいあったよね。うん、あったね。あ、これだね。ここ、ここ。あ、いい眺めだ。あ、遺跡もあるの？なんか、何か所かある。結構あるんだね。うん。じゃあ行きますか。目の前にあるやつに。行きますか。うん。はい。はい、これか。すごいよ。え？うわー、めっちゃ綺麗。うわー、景色やば。景色やばいね。うんうん、お寺とかあるんだね。いやー、すごいとこじゃん。すごいとこじゃん、ヤナマンくん。すごいね。うん。もみぐらとか。え？もみぐら。もみぐら。はい？もみぐら。え？もみぐら。これ米を研ぐ。あ、って書いてあるよ。そうだね、難しい。もみって何？あの米研ぐやつ？わかんない。もみ何になるんで。すごい綺麗。じゃあメインの方に行ってみます。メインの方にね、行きましょうか。はい。それ何やなんか川屋だって。あ、トイレ。あ、トイレ結構大きいんだね。屋外にやっぱあるんだね。うん、屋外にね。じゃあいよいよ、はい、中の方へ行きますか。トンボ口。あ、これが馬屋なんだ。これが馬屋だって。馬屋書いてある。馬屋って薪があって、うん、ここにいたの。わかんねえ、馬がいんのかな。あ、すごいね。じゃあお邪魔します。いや、すごいね。うわ、これが昔の機械。すごい、なんか香りがしますね。うん、すごい香りがする。これ何？カバン？なんていうんだろう、この香りが。テコ。うわ、ここはすごいわ。すごいね、うん、うわ、いっぱい米から、あ、小さい米を除き選別するものとか、うん、千葉国旗。庭、土間って言うんだ。あとは、庭を庭って言うんだね。なるほどね。ここが仕事場なのかな、ずっと。米がね。カランガラン。ここでなんか洗ったりするの。どれ？流し場。あ、ほんとだ。あ、ここ、あれじゃない？キッチン。キッチンだね。まな板だもん。あ、これまな板か。へぇ、楽しいね、昔の話が、うん。ここで流しやって、そっちで仕事すんだ。これで夫婦やるのか。どれ？あ、そうだね、かまど。あ、そうだ、フーフーすんだ、そこにこうやってやって、フーって多分。うわ、なんかすげえ楽しい。はい、じゃあ上がります。はい、上がりましょう。じゃあちょっとスリッパをお借りして、よいしょ、お邪魔します。
わあ、なんかいいなあ。さっき言ったおめえってのはこれ。昔の暮らしが見えますね。おめえだって、おめえ。おめえ。どうぞ。どうぞ。ここはあれ、食事するとこ？ハンデー。ハンダイ。ハンダイ。ハンデー。テーブルだね。うん。食事などを。おぜんはこれか。おぜん。あ、こっちは？練り鉢。そばやうどんを練るときに使うんだって。ああ。あ、これすげえよ。何？わらじ作り。あ、わらじ作るの？わらじ作んだわ、これで。これで。これ、これとか、そうだよね。全部。これは糸くり。綿巻いて糸にする。ふたつき亀。ふたつき亀。あ、はいはい。亀ね。手下げあんどん。あんどん。手下げあんどん。手下げあんどん。あんどん。ああ。いや、でもこれ。こっちも行きます？出し一部屋、うん。めっちゃ楽しいね。この昔の暮らしが見えるってすごい楽しい。これ書籍すごいね。本を入れる箱だって。牛ガエルの鳴き方が尋常じゃない。うんうん、こたつだって。え、こたつ、こたつ、置き物だし。あ、ほんとだ。ここで燃やすの。灰と起こした灰を入れ、ん、灰と起こした炭を入れ、布団をかけるだって。あ、これに布団かけんだ。現在のこたつ。現在のこたつね。はいはい。これ旧のこたつだ。あ、火箱。ここからあれなのかな。あ、この炭を入れんの。入れて使用するって書いてある、ね。タンス。絹ひず。絹ひず。道具だ。収納箱。入れ収納箱。お参り道具の一つ。ああ。いやー、ここは。クモの巣。クモの巣、まあ、クモの巣ね。すごい、すごい場所でしたね。え、めっちゃいいよ、見晴らし。あ、これ何？食材。持ち運びできる。あ、これはお勉強する。学習や手習いの。手習い机。あれは？はい。あれはね。食器。そうだね。だね。ここから見えるね、景色は素晴らしいよ。うわ。マジで素晴らしいぞ、これ。お、何？牛見える？違う、違うでしょ。あ、あれだ。インパクトドライバーです。うん。わ、クモの巣。いやー、本当にいいわ。いいね。うん。最高だな。勉強になるね。いや、本当昔の暮らしが見えて楽しい。いやー、すごいとこだね。素晴らしいね。てかね、もう絶景なんだよね。こうね。うん。裏行ってみない？あ、いいよ。せっかくだから。うん。じゃ行ってみよう。いや、マジでいいとこでしたね。うん。田園風景やべ。やばいね。お、放送？こちらは、防災。番組役場です。番組役場、あ、防災ね。熊、熊出没、出没特別注意報が、あ、熊出没特別注意報発令されております。クソやばいな、ね、それ山行けないよ。野外で怖くて活動する際は鈴や鈴ラジオを、ラジオ携帯し、携帯自分の存在を知らせることで人身被害を、これね、クマじゃんそれ。かわいいねそれね。旧五十嵐邸でした。はい。旧五十嵐邸。そうだね。ね。ね。出します。忘れちゃった。旧五十嵐邸、確か邸だったような気がします。すごい場所でしたね。昔の暮らしがすごい分かりましたね、うん、分かった分かった。めっちゃ勉強になる。景色もいいし、うん、まあ、気になった方いましたらですね、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ではご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。はい、ではバイバイ。バイバイ。めちゃくちゃ美味しい。
キクラゲと、生姜の佃煮めっちゃうまい。で、栗まんじゅうもお見合いに買いました。めっちゃ美味しいです。お茶もサービスで入れてもらって、これもサービスで、すごい美味しい。マジ矢野満くんが今買い物に夢中ですね。それ会津のマップ。納豆パンいただきました。ありがたいですね。後でいただきます。